巨人、谷岡隆平、現役引退。谷岡隆平、現役引退。戦力外通告受け決断。すっきりしています。巨人から戦力外通告を受けた谷岡隆平投手、27、が現役引退することが24日、分かった。23日に球団から通告を受けて決断した。この日、スーツ姿で G 球場を訪れ選手、スタッフらに挨拶。すっきりしています。と心境を明かした。途中から体調の異変を感じていたといい、最初はお腹の右側だけしびれて、前かがみになるとしびれるなと、夏くらいから足もしびれてきて、軸足の右足でプレートを蹴れなくなってきて、と壮絶な苦悩を明かした。今後は未定となっている。もう東芝は雇ってくれない。すっきりしたか。谷岡と T-K は全くの無関係だろ。サトシを知れ。なぜかは知らないけど、黄色靭帯骨化症は投手がよくかかる病気。プロ野球戦力外通告首を宣告された男たちの慣れは誰が引き継ぐのかな。東のインピクサイ声はあの番組に合ってた。いろいろ暴露してほしい。山本由伸スルーしてこいつを指名した巨人。球団は職員なり面倒見てあげないの。いわゆる交渉でしょ。全然知らない人だけど、東芝に残った方が安泰だったね。怪我しやすいってのは遺伝だろうな。谷岡選手、お疲れ様でした。